ランコポモビッチ監督は話しています。さあ平戸のフリーキックです。これはチャンスになります。角度はあまりありませんが、ゴール前にシュート入った。ドゥドゥ町田先生、17分です。いや平戸選手のセットプレーの精度ですよね。そうでしたね。まあ、いいタイミングでねドゥドゥ選手入っていって、ディフェンスの背後からうまく競りましたね。はい、いやこれは難しいヘディングでしたけど、ドゥドゥ選手はやっぱりこうコンディション戻ってる証拠でしょうね。どういうところが難しいヘディングでしたか。やっぱり滞空時間も長かっ